高橋由一チャンネル。G7 首脳テレビ会談が開催されて岸田総理も出席する予定なんですけど、これどんな話をするんですか。まあ、今だからウクライナの話ばっかりなんでしょうけどね、うん、ウクライナの話ばっかりなんでしょうけど、G7 っていうと前に安倍政権の時にはね、はい、安倍トランプがいて、はいはい、でトランプさんがまあ、いろんなこと喋るけれど、 G7 の他の首相はトランプさんの話に、なかなかついていけないというかね、意見も言えなかったんだけど、うん、唯一言えたのが安倍さんだけだった。だからみんな安倍さんに頼んで、はい、トランプさんをなんとか説得してくれって。だからそうするとトランプさんが話して、はい、他の首脳がうわんって言うんだけど言えなくて安倍さんに言って、安倍さんがそれをトランプさんに言って、そうするとトランプさんは安倍さんの言うことを、うん、そうか、真相の言うこと言う通りだとか言って、そんな感じになってたんだよね。だからみんな結構他の国の首脳は安倍さんを頼りにして、はい、トランプさんに話してたみたいだったけどね、はい、今回の話になるとウクライナの話だけど、もう当然ウクライナは NATO とロシア の、はい、話争いなんだけど、はい、まあヨーロッパとアメリカが、まあ、一緒になって、実はウクライナにロシアの話と対ことをするってんだけど、日本だけその中でちょっと蚊帳の外だね、はっきり言えばね。なんてんかな、安倍さんの時に比べたらね、うん、全部すごい様変わりだよね。もう、いろんなウクライナに対する話の時に、バイデンさんが話をする時に、はい、どうも聞くと、岸田さんは事前に知らない話が多いらしいね。で、ね、安倍さんの時にはね、はい、全部事前に知ってたか。トランプの話は。みんな知ってた。キム・ジョンに会うぞとか。もちろん、そういうの知ってて、これで、どちらかというと相談があったくらいだからね。そこに安倍さんが、いや、これは会っちゃまずいですよとかね、いろんな話を、まあ、してたかのように言いますけどね。だから、キム・ジョンにはこういう対応とかね、文在寅の話聞いちゃダメだとかね、そんなことを安倍さんは随分言ってたみたいだけどね。今はだいぶ違うね、予想が。岸田さん全然その話も、バイデンから相談受けてないんじゃないの。だからなんとなくね、あれだよね、日米の関係が、まあ、安倍さんの時にはすごかったし、うん、菅さんの時もね、はい、バイデンは一番最初菅さんに会ったでしょ。それでその後に、次に、ワシントンに来いって言って、はい、あれは、クワッド。はい、日米豪印のクワッド、これが重要だからって言って、はい、これで来いって言って、それで次は日本で やれという話になったよね、はい、でもそのクワッドの話なんかもちょっと制裁ないよね。この間バイデンさんと岸田さんが、テレビ会談で首脳会談やって、はい、対面じゃなくてやったけど、はい、その時の目玉っていうのが今度クワッドを東京でやるって話だけだったからね。で、それは前から決まってるだろうって言って、だから全然ないんだよね、おそらくね、目玉がね。そう。うん。そうするとクワッドはもう、ちょっと用済みになりつつあって、はい、オーカスってのができちゃったよね。ああ。オーカスってのは、はい、アメリカ、イギリス、オーストラリアって。で、これは、もう完全な軍事同盟に近いから。だからクワッドは、どうもオーカスの方に取られていきそうだよね。そんなところもあるよね。だからそこはだいぶ感じが違うよね、岸田政権はね。テレビ会談ってもじゃあ見てるだけですか。メモ取ってんじゃないの。一生懸命メモ取るんじゃないの。発言しないで。こんな首相いないと思うけどね、テレビ会談の間メモし取ってたりしたね。そうです、ね、うん、でもメモ取るのが特技でしょ、あの人は。ね、だからね、本当はね、メモなんか取んないで発言しなきゃいけないんだけどね。うん、でもなかなか割って入れないんじゃないの、まあ、この日本だと。やることが、林外務大臣が経済協力の話をしちゃったりね。なかなか割って入れないと思うな。経済制裁って実はドル停止だからね。はい、ドルの停止っていうのはもちろん日本の金融機関もやらざるを得ないんだけど、でもそれと合わせてユーロも停止するよね。はい、で、ユーロの次はポンドも停止するよね。だからこの間ジョンソン大統領がね、はい、経済制裁をポンドでもやりますってはっきり言ってたよね。はいはい、本当だったら日本もそれ同じに言ったっていいくらいなんだよ。日本と A ポンドよりかはちょっと日本の方がシェアが低いけど、はいはいはい、まあその次ぐらいの位置だから、うん、だから日本の円もね、円も経済制裁しますと、はい、言ったっていいんだよ。言ったっていいぐらいなんだけど言えてないよね。今のところそういう話出てきてないでしょ。だからこれは日本が率先的に言うべきことなわけ。なんて言わないんですか。え
なんでって、だから話聞いてるから言えないんですよ。いや G7 で会った時にさ、よくよく考えてみたらさ、フランス、ドイツ、イタリアはユーロだよ ね、 だからこれユーロで生成するから OK なんだよ、はい、イギリスもポンドでやるって言ったよね、はい、それでカナダはカナダドルはちっちゃいから、はい、これさすがに言いにくいと思うよね。だからアメリカがドルでやるって、そうすると日本が言わないの おかしいんだよね。だからG7 の話になった時に日本が言う話としては、日本の円も経済制裁に加わりますと、はい、いうことは言った方がいいんだけど、メモ取ってて言わないんじゃないの。それ誰か知恵入れてくれる人いないんですか。知らない、こんなの普通常識だと思うけどね。常識のレベル、ね、うん、常識のレベルで言う。私から思うと別にその応答用語を作んなくたって普通言うんじゃないかなって感じ。うん、だってみんな、だってほら、まあ、言ってんだから、ドルもユーロもポンドも言ってんだからさ、そしたら G7 の中で円はどうしたのって言われるって決まってんじゃない。で、さすがにね、カナダドルはみんな言わないよ、ちっちゃいから。どうせあんなのアメリカのドルと一緒だってみんな思ってるから言わないよ、はいはい、でもちょっと違う通貨としては円だよな。あれ円はどうすんのってその聞かれたら、その場でどうなんて言うんでしょう、ね、検討いたします。得意なやつです。しっかりとしっかりと検討いたしますって、これは英語にほとんど訳せないんだけどね。訳せないですか。だって大変でしょ、しっかりなんて意味ないしさ、検討するっていうちょっと考えまして、考えさせていただくと答えにならないじゃんか。そうですね、うん、普通はその場で方向言わなきゃいけないよね、うん、検討いたします、真摯に検討します、何言ったって通用しないよ。でもそういうに言いそうじゃん、メモ取りながらだと。岸田さんがなんか割られちゃうよな、おそらくな。私がもしか側近だったらね、円買いともにしようって言うよ。うん、格好にもはっきり言うと。岸田さんって元外務大臣ですよ。いや、よくわかんないよね、こんなのか。外務大臣やってたんだ、そのぐらいのことを分かりそうな気がする。分かんない、よく分かんない。まあ、てか、メモ取る人だから。なんかね、ある人に聞いたらね、はい、やっぱ英語は分かんないらしいんだよね。ああ、そうなんだ。うん。でも広島の時にオバマと話してたでしょうと思ったんだけど、はい、まああれはどうもなんか本当に話してたかどうかよく分かんないんだよね。そうなんですか、うん、どうなっちゃってんのって、英語得意じゃないって言ってたから。ああ、じゃあメモもできないじゃん。メモできないから通訳のメモ数がすっごく遅いよな。言い終わった後通訳に言ったのにメモ数だって。もう総理ね、そんなメモ取んなくたって大丈夫、誰か他の人に取ってますから、ね、誰か言ってあげたらいいと思うけどね。テレビ会議だから録画してますよね。録画しててはね、その後に全部きちんとしたのが出るよ。メモいらないよ。メモいらないから発言してほしい。発言しなきゃいけないけど、このテレビ会議ポイントですけどね、もう一回言ってきますよ、ね、日本が言うんだったら円の制裁、はいはい、うん、これ言わなかったら何の意味もない。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。